世界の皆さん、こんにちは。今回は北区赤羽で予算を気にせず嫁さんと2人で飲み歩きをします。まず1軒目に向かったのは一恋本店です。赤羽で立ち飲みといえばこのお店と言われるほど有名で、土曜の昼過ぎでも店内はすでに満席でした。一恋にはいくつかルールがあります。1つ目は注文は紙に書いて渡す。2つ目は料理はカウンターに取りに行く。3つ目は受け取り時にお会計をする。4つ目は携帯電話の使用禁止です。とりあえずこれだけ理解したら早速注文です。ひとまずメニューの赤字になっているおすすめから選んでいきます。注文したのは狛江の天ぷらと鶏皮ポン酢。青のりをまとっているのは生姜の天ぷらです。2杯目に頼んだのは憩いサワー。店員のおばちゃんに何が入ってるのと聞いたところ、私飲んだことないから分かんないということだったので挑戦してみました。杏仁の香るバイスサワーでした。ちなみに床が灰皿となっています。数年前旅行で行ったベトナムを思い出しました。サクッと飲んで次に向かったのは桜商店です。こちらは女性でも入りやすい立ち飲み屋としてピックアップしました。テーブル席もあり清潔感のある店内です。まずはハイボールで乾杯。お店おすすめの初テキ。うまいね、ちょっとあったかいね。次に頼んだのはネギマ。ネギマ香ばしくて塩だけどうまいね。これ誰派だけど、どのメニューも美味しくてお酒が進みます。揚げ物のメニューが多かったのでここから揚げ物ラッシュに入ります。カレーの味する？すごいするし、カレーの香りもすごいサクサクだし熱々だし、これうまい。変わり種の餃子串、シューマイ串も注文しました。サクサクだね。やっぱ揚げ餃子とも違うんだよ、フライの感じのかな。続いて春巻き。綺麗な歯がしてるね。割れるように入ってる。プチッ、マジプチッ、トロトロ系。ザ春巻き、うまいよね。マグロ串も頼んでさっぱりしたものが欲しくなったのでピリ辛もやし。あ、さっぱりしてる。美味しいよね。お酢感がある、そう、ちゃんとお酢だよね。うん、揚げ物と一緒に頼むのは、そう素晴らしくいいと思う、最後は白ハマグリの酒蒸しで締めます。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったです。妻曰く今回行ったお店の中で一番のお気に入りだそうです。次に向かったのは鯉とうなぎが名物の老舗丸ます屋です。こちらはカウンター席がメインの店。昔ながらの居酒屋といった感じでどこか風情があります。鯉の刺身が食べたくて訪れたのですが、残念ながら売り切れてしまっていました。もうすでに口は刺身の口になっていたのでマグロの中トロを注文。ナマズの唐揚げはしっかりとした歯ごたえがあり、若干フグの唐揚げに似ているような感じがしました。2杯目はジャンチューを注文。入りきのプレーンでアルコール度数が 7% ですがグビグビ飲めちゃいます。この高級な石鹸みたいな見た目のものはカニ味噌の凍ったものです。口の中でじゅわっと溶ける感覚は癖になります。三つ葉の香る和風っぽい水餃子も美味しかったです。せっかくなので名物のうなぎも注文してみました。うまいやん、食う前にこんな緑色になるのよ。こっちで食べる。抹茶じゃねえんだよ。全然抹茶かよ。お吸い物がついてくるとちょっと得した気分ですね。俺生酢食いたいよ。生酢うまかったんだよ。うまかった。持って帰る。持って帰る。うまかった。うまかった。よかったよ。続いて向かったのはおでんで一杯やれる丸竹水産です。こちらで日本酒をおでんのだし汁で割ったお酒が飲みたかったのですが、残念ながらこの日は並んでいて入ることができませんでした。35分から40分だよ。7時閉店ちょっと間に合わないです。あ、ありがとうございます。続いて向かったのはブラックマーケットです。妻の友達から馬刺しが美味しいお店ということで紹介されました。肉料理に力を入れていて創作料理も充実しています。とりあえずビールとハイボールで乾杯。ヘイ、はい、ヘイ。おすすめされた馬刺しはボリュームがあってもちもちしていて美味しかったです。本日のおすすめにあった牛すき焼きのポテサラ、粉チーズと卵の黄身がとろっとろですごく濃厚でした。芋焼酎と芋焼酎、この時点でもうすでにベロベロだったので正直何を頼んだのかあまり記憶にありませんでした。なぜかテーブルに酒が3つあります。こちらは紅生姜メンチです。ヘルメスとんかつ醤油をこのソースを醤油と言ってしまったことには2人とも気づいていませんし、ヘルメスの何がヤバいのかもよく分かりません。うまい、うまい。メンチに添えられている紅生姜がうめえ。これ何？紅生姜。
赤羽飲みいかがだったでしょうか。今回の飲み歩きは5時間で21杯、費用は1万5000円でした。結構贅沢に飲んだつもりだったのでかなり安かったなという印象です。まだまだ行ってみたいお店がたくさんあるのでまた飲みに行きたいと思います。それではまた次の街で会いましょう。